日本東京都世田谷区玉川地域玉川地域は東京都にある世田谷区の定める5地域の一つ。世田谷区の南部に位置し南端に玉川が流れ、対岸は神奈川県川崎市である。二子玉川地区や自由が丘駅周辺に商業地区があるほかは東急田園都市線、東急大井町線沿線を中心に完成な住宅街を形成する地域である。 幹線道路から外区一つ入ると完静な住宅地が広がる。中でも深さ多玉川田園調布、小山台、轟、上野毛など比較的落ち着いた住宅街である。国分寺が気仙には轟渓谷があり、緑多い環境が好まれている。江戸期にはこの地域に洋賀村、瀬田村、上野毛村、下野毛村、轟村、奥沢村、 小山村、野良、田村、深沢村、世田谷新町村の重家村が存在した。現在の神奈川県川崎市高津区、中原区の一部もこれに含まれる。1889年、市町村制の施行により、これらが合併し、玉川村、駒沢村が成立した。旧重家村は合併後各村の大技となる。玉川村の名は、 合併前各村の関係する玉川の別名から取られた。下野毛は、弦、野家及び、川崎市高津区、下野毛の一帯である1912年、不県境を変更し、大技と驚きの玉川遺南を吉次郡中原村に、大技、瀬田、下野毛の玉川遺南を吉次郡高津村にそれぞれ分離編入。逆に、吉次郡高津村の大技、 津訪河原の地向き河原の大和崎見美方の玉川へ北を玉川村に編入。1932年東京市の市域拡張により玉川村は周辺の駒沢町、世田谷町、松沢村と合併、東京府東京市世田谷区が成立する。しかし玉川村は世田谷町と合併に猛反対し、独自に 玉川区創設を主張した。1947年東京35区の東廃合の時に旧板橋区の中で西部の練馬地域が独立を求めたのにない、再び世田谷区から玉川区として分離独立を主張、都に県議書を提出。1991年地域行政制度の発足で世田谷区内にご地域が定められ、 旧玉川村のほぼ全域と旧駒沢町の南部は玉川地域となり玉川総合支所管内となる。世田谷区内の一地域とはいえ面積、人口で渋谷区とほぼ同じである。なお、町域等の変遷については世田谷区の町名を参照。豊田正春を明ら玉川地域は世田谷区をはじめとする山手地域の中でも 特に道路網が整備された区域となっている。これは旧玉川村時代に行われた高地整理事業の成果である。1923年に玉川村長に就任した豊田正春は玉川村の全村域に相当する約1000ヘクタールの高地整理事業計画を発表した。その内容は農業生産性を向上させるための高地整理事業というよりも 都市近郊のニュータウンを作り上げる都市整備事業に近いものであった。福音22メートルの幹線道路、寺院を中心とした公園計画、それら公園同士を結ぶ公園型道路など、当時人口が約7600人の近郊農村であった玉川村中を騒然とさせる内容だった。計画が発表された当初は賛成派と反対派の激しい対立が起こり、 村内の祭礼を取り行うことができなくなるなどの事態が発生したと言われる。また、豊田村長が暴漢に切りつけられる事件も起こり、村長には常に賛成派住民による護衛がつくという物々しい状況にもなった。しかし、豊田村長は、我が強度の開発は我々共同の力によって行うべきであるという断固たる意志によって、村内のどの区域も除外することなく、 計画を進めた。各工区に採算面や着工時期の独立性を持たせることで事態を収集させ、用地負担を少なくするために、公園計画の廃止、道路福院の縮小などを行い、当事業は1927年に奥沢東地区より着工された。1944年にすべての工区が竣工したが、当器の完了など、 事業のすべてが完成したのは1954年で、実に31年の歳月を費やした大事業であった。高知整理組合の組合長を務めた豊田村長は、事業の完成を見ることなく、1948年にこの世を去った。現在の高級住宅地としての玉川地域の掃除は、当事業によるところが極めて大きい。 これほどの規模の都市整備事業を政府に頼らず、地元だけの力で成し遂げたのは、日本の都市計画史において特筆すべき解挙といえる、ものである。玉川地域の独自性1947年の玉川区の独立は実現しなかった。だが、玉川地域民の中には、世田谷とは同化したくないという意識はある。玉川地域の独自性の例を挙げる。ありがとうございます。